はい。今日はね、作詞してるところと、あとはラジオの収録してるとこ、その動画見てもらいたいなと、思います。ただ、その作詞してるところが、ハイパーラプスって言ってね、ずっとカメラをこう置いといて、こう定点で撮って、コマ送りみたいに見えるやつで撮影して、そこの音楽がないから、ちょっとそこに流すビート、軽く打って、それに乗せて、それ見てもらって、あとはラジオの収録、チェックしてもらえたらいいなと思います。ラジオの中身、それは概要欄の方にリンク貼っときます。そこでチェックしてください。すごい面白い番組になってると思うんで。じゃあ行ってみましょう。Let's go! つうことで、NPC3000。これでちょっとビート打ってみようかなと思います。もう NPC3000 っていうかね、これはもう最高の自慢だね。見てこのクオリティ。普通 NPC3000 ってこんな色じゃないんだけど、これゴースティン NPC カスタムモデル、クレバモデルだね。クレバモデルの NPC で、今ね、ここに、これカセットテープからサンプリングしたビートがあるから、これでちょっと、なんか組んでみましょうか。ビートね。サクッと。画面とか映んのかな？これもちゃんと、こう、普通、暗い液晶なんだけど、LED みたいになってて、ちょっと無理か。これ映んないかな。ハイハットがこれしかないんだよね。まあでもいいか。BPM92 ぐらいにしとこうか。ちょっと16レベル使ってる。うん。このぐらいかな。ハイハットもやっぱ16レベル使っていきましょうか。16レベルとこう。音が16個のこう大きさに、どんどん小さくなるようになっていくから、これでまあちょうどいいの見つけて、まあ大小みたいに叩いてグルーブ出してあげるって感じですかね。大体で。で、まあこんな感じかな。じゃあこのままさっき言ってた動画行ってみますか。Let's go!
はい。はい。クレバがお送りしてきました。シスコシステムズプレゼンツ、ワークスタイルイノベーションウィズクレバー、エンディングの時間です。本日はフリーランスのバリスタ、石谷隆之さんをお迎えしたんですけども、石谷さんが帰ると同時にですね、全女性が出ていくという、ね、まさかの展開になってまして、あとで全員に一粒ずつね、コーヒー豆投げてやろうと思ってるんですけどね、硬いやつをね、深入りのやつを。本日のプレゼントです。最後にクレバーの情報です。来月末からホールツアーがスタートします。クレバコンサートツアー2019-2020敵がいない国。2月27日木曜日、埼玉三郷市文化会館ホール。29日土曜日、ラインキューブ渋谷と始まりまして、愛知、広島、香川、鹿児島、福岡、沖縄、栃木、兵庫、新潟、宮城、北海道と全国を回ります。このツアーがね、場所によってこう申し込み応募が集中してしまったりするとこあるんですが、もう空いてるとこはしっかり空いてるので、ぜひとも皆さん大好きな人一人連れて遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。チケットの一般発売は2月2日からスタートです。詳しくはクレバのオフィシャルサイトをチェックしてみてください。最後に昨年リリースしたアルバムアフターミックステープから敵がいない国、こちらを聞きながらお別れです。クレバでした。